この動画は G 検定まとめ2024試験当日も使える要点整理試験対策カンペの解説動画です。G 検定のシラバス上のキーワードを解説します。本動画のスクリプトはリンクからご確認ください。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。物体画像識別タスク 画像に映る物体名称を出力するタスクであり、確信度が最も高い名称を結果として出力するクラス分類にあたる。CNN で活躍しているモデルがこの分野にあたる。具体的なタスクの例としては、特定の物体や動物、人物を識別するタスク、道路標識や車を識別する自動運転者のタスク、 医療画像分析における異常検出や診断支援のタスクなどがある。ILSVRCILSVRC イメージネットラージスケールビジュアルレコナユアナチャレンジは2010年から2017年まで毎年実施されていた大規模な画像認識コンテストである。このチャレンジは イメージネットデータセットのサブセットを使用しており、その目的はコンピュータービジョン技術の進歩を促進し、その時点での技術の進歩状況を評価することであった。具体的には大規模なスケールでのオブジェクト検出と画像分類のアルゴリズムを評価することを目的としており、これにより研究者は様々なオブジェクトに対する検出の進歩を比較できるようになっていた。 このコンテストは、ラベリング作業の高コストを利用して、広範囲のオブジェクトにわたる検出の進歩を比較できるようにするという高レベルの目的を持っていた。ILSVRC は、アルゴリズムを用いて学習したモデルがイメージネットのデータを分類し、検出する能力を競う場となっていた。アレックスネット。 ディープラーニングの歴史において重要なターニングポイントとなったモデルであり、2012年のイメージネットラージスケールビジュアルレコナユ・アナチャレンジアイルスイビールクという画像認識コンテストで優勝したことで広く知られている。このコンテストは1000クラスの画像を識別するタスクであり、入力は1000クラスの画像のうちの一つ例えば、猫や犬など、出力は1000個の数字のベクトルとなる。 この年のアイルスイビールクでの優勝はただの勝利ではなく、アレックスネットは当時主流だったサポートベクターマシンのモデルに対して10.9%の誤差を示し、この結果がディープラーニング技術の優位性を広く認知させた。この勝利は、畳み込みニューラルネットワーク CNN を利用したディープラーニングの革新的な可能性を示し、 以降のディープラーニングの研究と開発に多大な影響を与えた。Google ネット。層を深くするだけでなく、異なるフィルタサイズの畳み込み処理を並行して行うインセプションモジュールを導入する。ことで、異なる視野を持つ特徴を効果的に捉えることができる。インセプションモジュールは1、1×1。 3×3、および 5×5 の畳み込み層を並行して適用し、それぞれの畳み込み計算の結果を結合する。また、1×1 の畳み込みは、各畳み込み計算の前に実行され、パラメータ数を削減する。勾配消失問題を回避するために、補助的な分類器が導入され、非常に深いネットワークの収束を改善することを目指している。これにより、 役立つ勾配を仮想に押し込むことで、仮想をすぐに有用にし、収束を改善する。2014年には、Google は複数のインセプションモジュールを重ね合わせ、2つの補助分類機を追加して勾配の消失を防ぎ、ネットワークの深さを増加させることを提案し、これにより22層の開発につながった。補助分類器の主な目的は、生息化を提供し、 同時に勾配消失問題を回避し、勾配を順方向に導くことである。インセプションモジュール。畳み込みニューラルネットワークの一部として導入される特定のモデルブロックであり、それは最適な局所的な素構造を禁じすることを目的としている。具体的には、 単一のフィルタサイズに制限されるのではなく、単一のイメージブロック内で複数のフィルタサイズを使用することを可能にし、それらを次の層に連結して渡すことができる。インセプションモジュールは、異なるフィルタサイズの複数の畳み込み層を同時に通すことができ、これによりネットワーク内の異なるスケールの特徴を同時に捉えることが可能となる。 VGG2014 年にオックフォード大学のビジュアルジアメテュリグループによって提案された深層畳み込みニューラルネットワークのモデルで特に VGG16 および VGG19 と呼ばれるバリエーションがありそれぞれ16層及び19層の畳み込み層を有する VGG のアーキテクチャは小さな 3×3 のフィルターを利用し その他のコンポーネントとしては、プーリング層と全結合層を含む。このモデルは、ILSVRC2014 で2位を獲得し、特に単純でわかりやすい構造が特徴である。VGG は、畳み込み層とプーリング層からなるノーマルな CNN で、アレックスネットと同様に全結合層を持っており、パラメーターが多く、その結果ネットワークが重いのが欠点である。 VGG ネットワークは、当時定番であった物体画像認識 CNN のアレックスネットを 3×3 の畳み込み層のみに改良することで深い16層、19層の構造での学習を可能にし、認識率を進歩させた構造である。レズネット。 マイクロソフトリサーチの研究者によって2015年に提案された新しいアーキテクチャを持つ人工ニューラルネットワークでレジジュアルネットワーク、残差ネットワークとも呼ばれている。このアーキテクチャは、いわゆるアイデンティティショートカットコネクション、またはスキップコネクション、スキップ結合と呼ばれる概念を導入し、モデルに一つまたは複数の層をスキップすることを可能にしている。 このアプローチにより、ネットワークは数千の層で訓練することが可能になり、パフォーマンスに影響を与えずに深いネットワークを実現できる。スキップ接続は、層の入力を参照して重み層が残差関数を学習し、アイデンティティマッピングを実行し、それを層の出力と加算してマージする。レズネット、続き。 レズネットアーキテクチャは2つの基本的な設計ルールに従っており、各層のフィルターの数は出力特徴マップのサイズに応じて同じであり、特徴マップのサイズが半分になると、各層の時間複雑度を維持するためにフィルターの数が2倍になる。レズネットは最も人気のある畳み込みニューラルネットワークのアーキテクチャの一つであり、導入時にいくつかの記録を更新し、 勾配が消失または爆発する問題を解決するために残差ブロックという概念を導入した。レズネットは様々な形のネットワークのアンサンブル学習になっているわけではないが、これにより層が深くなっても伝播しやすくなる。ワイドレズネット。 超多層でも学習がうまくいくように考えられたスキップコネクションを導入したレズネットが優勝。ワイドレズネットはレジジュアルブロック内の畳み込みに対してチャンネル数を増やす、幅を広げることやドロップアウトを実装することで対応しており、結果として16層のワイドレズネットでも従来の1000層のレズネットよりも良い精度を出すことができる。 デンスネット。主にデンスネット。ブロックと呼ばれる構造を利用する。このデンスブロックでは、サブブロック間の角層を密にすべてスキップ接続し、角層特徴マップサイズが一致するものが直接互いに接続される。この設計は、層間の密接な連結を可能にし、前の層の出力を後続の層の入力として使用できる。このため、 デンスネットと名付けられ、これによりネットワークの深さを増やし続けることができる。デンスネットはレズネットの進化版とみなされるが、いくつかの基本的な違いがある。レズネットは前の層を次の層に加算する方法を使用するが、デンスネットはそれらを直接接続する。このため、デンスネットは各層間の情報の流れと再利用を向上させ、 勾配の消失や爆発の問題を緩和し、訓練を効率的に行うことができる。s, s e ネットスクイーズエキサイ d ーションネットワークは、ネットワークが情報を含む特徴に対する感度を増加させることで、それにより後続の変換で利用可能な特徴を捉えることを目指す。これを実現するために、 スクイーズとエキサイテーションの操作を導入する。SE ネットは、チャンネル間の依存関係を明示的にモデル化して、チャンネルごとの特徴応答を適応的に再調整する、スクイーズエキサイテーション、SE ブロックにより構築される。SE ネットの名前自体は、特定のネットワークを指すものではなく、SE。 レズネットやインセプションなどの既存のネットワークと組み合わせて作成されるネットワークの総称2017年に ILSVRC で25%の精度向上を達成し1位を獲得した最後までご視聴いただきありがとうございましたよろしければ チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。